はい、坂翔です。今回はですね、仮面ライダーのソフビの動画になります。今ね、ここに2個並んでるのは、割と最近のソフビなんですけど、今日ねお見せしようと思ってるのは、ポピーのね、昔の仮面ライダーのソフビをお見せしようと思っています。はい。でね、ちなみにね、今こう並んでるのは、これがね、ソフビ魂って言って、まあ、いつかな、これ見ると2005年ですね。これ2005年のソフビのフィギュアなんですけど、これ仮面ライダーゼクロスですね。結構ね、これは本当にね、よくできてて、めちゃくちゃ似てるソフビシリーズで、これ普通にね、他の仮面ライダーもいっぱい出てるし、あとね、ズバットとか、まあそういうね、仮面ライダーじゃない特撮の機械だとかね、そういうののね、ソフビも出てるんですけど、あ、機械だ、ちょっと持ってってますかね。これがね、ちなみに機械だ。こういう感じにね、ソフビが出てるんですね。これもね、これは2008年なんですけど、はい。これがね、一応ソフビ魂なんで、これがね、ちなみにこれがね、1個前のソフビ。仮面ライダー、レジェンドライダーヒストリー。まあ、最近ね、新しいソフビシリーズが出てて、それちょっとね、もうちっちゃいサイズでウルトラヒーローシリーズぐらいになっちゃってるんですけどね。これはちょっと大きくて、はい。これがまあ現在のソフビがこんな感じなんですね。で、すごいこれからお見せするのは昔のソフビなんですけど、ちょっとね、一個ずつ、いくつか持ってるんで、ちょっと一個ずつお見せしようと思っています。ね、まず一つ目が、これ仮面ライダー、これ915かな。915ですね。はい。ちょっとね、ポピーに関して言うと、あんまり詳しく分かってないね。最近ね、自分、スーフェイスとか、あとね、いろんな YouTuber の方の動画見て、ちょっとレトロが興味出てきて、これからね、ちょっと知識をつけていかなきゃいけないんですけど、ちょっとね、とりあえずね、買ったものをお見せするような形なんで、特にね、知識とかないんで説明できないんですけど、ちょっとね、物を見ていただくっていう感じで、見ていただければと思います。すいません。はい、これがね、仮面ライダーと1号だと思うんですけど、こんな感じで。ちょっと哀愁漂う感じですね。一応ね、手もぐるっと回るんですけど、こんな感じでね。ちょっと柔らかいですね、これ。で、これ足がね、ここ。足の裏なんか手書きみたいな彫りみたいな感じでバンダイって書いてあるんですね。ちょっとね、自分の動画見てる方、あんまり昔のフィギュアとかあんま見ない方もいると思うんですけど、ここなんか手書きで書いてるんですよね、昔はね。で、ここにね、毎日放送。石森プロ、毎日プロ、東映って書いてあるんですね。はい。これパピ、あ、ポピーじゃないですね。これバンダイだな。すいません、ポピーって言ったんですけど。はい。これがまず一つ目。一応ね、後でね、しっかりね、立たせたりアップしたりしてお見せするんで、とりあえずさらっとこんな感じで。で、次が、これが仮面ライダーの、これが2号ですね。これね、マジ、ほんとたまたまなんですけど、これね、リサイクルショップみたいなところで500円で売ってたんですよね。一応ショーケースに置いてあって。500円で、すごいラッキーだと。これがまずね、自分がね、最初に、手にした、まあ、レトロ系のソフビなんですよね。500円だからちょっと買ってみようかなっていう感じで。そしたらね、ちょっとね、良さにちょっとハマってきたっていうか、まあ自分が生まれてないんですけど、全く。生まれてない時代の、なんで、ちょっと本当に、これから勉強なんですけど、はい。で、これもね、これポピージャパン。これポピーで、これが2号ライダー。はい。後ろにしっかり書いてますね。後ろはね。後ろもさっきと一緒で、石森のポニプロ毎日放送東映って書いてますね。これね、よく YouTuber の方もおっしゃってるんですけど、匂い嗅ぐとめちゃ甘くていいんですよね。それがちょっとね、癖になるっていうか、この匂いね、分かり出したらやばいってなんか言われたんですけど、これもうね、ほんと甘いんですよね。これからちょっとレトロもちょっとハマっていっちゃうなっていう感じ。で、次はですね、仮面ライダー V3。顔とかもちょっと、まあ似てるっちゃいないんですけど、哀愁漂ってる感じで、V3 ですね。手あんま、一応回るけどあんま回せればいいかな。はい。こんな感じなんですよね。昔のはね。今は本当にもう造形がしっかり似てるんですけど、ね、昔のはこんな感じで、まあ、なんか子供にね、手に取ってもらうような感じっていう感じで、まあ、わざとしてんのかな、これ、ね。
ですね。ほら、これもね、よく 見るかな。これ、ほんとね、手書きで、手書きっていうか、まあ、手の彫りで、石の森プロ、毎日放送東映ポピーみたいな感じで。すごいですよね。ほんと昔はね、一個一個、まあ、今も作ってるのかわかんないですけど、一個一個ね、綺麗に、綺麗っていうか、一個ずつ手作りで作ってるんですね。ウルトラマンのね、昔のマルさんとかブルーマックとか、そういうね、ソフビーもやっぱなんか、顔とかがやっぱね、まあ、似てるって言えないんですけど、わざとやってたっぽいんですけど、うん、まあ、そこに哀愁があるんで、それがいい。で、次が、仮面ライダー、ストロンガーですね、これ。うん、これはね、すげえなんか似てますよね、普通に。ちょっと年代がだんだん、ね、上がってきたんで、似てきたのかな。わかんないけど。これ、ストロンガー。ね。これはもう手書きじゃない、これ、ポピーってまた書いてます。後ろはね、やっぱさっきと同じで、石森プロ。石森プロ毎日放送、うん。こんな感じですね。ストロンガ。いいですね、ストロンガもね。で、次が、これ仮面ライダー、スーパーワンですね。うん、これはもう、すごい、くるくる回りますね。うん、でまたね、足の裏を見せします。ちょっと汚れちゃってますけど、石の森プロ毎日放送東映スーパーワンと書いてますね。メイドインジャパン。ここにね、ポピーって書いてます。まあもうポピーっていう会社はないんですけど、なんかバンダイと一緒になって、で、今もあんのかな、あないのかな、まあ、バンダイ。とりあえずバンダイになってますね。はい。で、あと最後、これ最後なんですけど、これ。仮面ライダー。スカイライダーですね。ちょっとこれ未開封なんで、あれですけど、これ結構よく出てるっぽいですね。ちょっとレアかなと思って買ったんですよ。よくなんかネットで調べてみて、まあまあ出てるんで、なんでだろうな、これだけ袋に入ってるのが多いんですけど。うん、なんかこんな感じで。はい。ビクトラ、なんかそういうシリーズ。これポピーなのこれ。ちょっとわかんないですね。はい、このいつもなんか謎の P マーク、うん、これが書いてますね。最近ね、ペイペイとかなんかそういうの見るとね、このレトロのこのマークを思い出しちゃうの、病気みたいになってますよ、マジそういう方いるかもしれないですけど。でね、こんな感じです。で、次はね、ちょっとね、この、ね、レトロのソフビを、立たせて、お見せいたします。アップとかでしたね。はい。すいません。すいません。抜けてました。アマゾンもいました。これが Amazon ですね。一応でこんな感じ。ね。こんな感じ。これもね、Amazon。これポピーなんですね。ここにもね、やっぱり石の森プロ、毎日放送撮れてあります。ちょっと抜けちゃってたんで、後通りになってます。すいません。じゃあ、改めてね、立たせてお見せいたしますので、そちらをご覧ください。すいません。はい、立たせてみました。立たせるとね、やっぱね、哀愁漂ってますね。一応バランスはね、そんなに良くないんですけど、まあ、このね、2号に関してはかなりバランスは良かったですね。次の V3 とか、スーパーワンとか、その辺はね、ちょっとバランスがあんま良くないんで、このね、腕の角度を変えたりして立たせるような感じですね。まあね、古いものなんでも40年とか、そのぐらい立ってるんで、やっぱね、バランスはそんなに良くないんですけど、やっぱね、立たせてみるとね、なんか可愛さもあるし、哀愁もあるしって感じで、いい感じです。はい。これスカイライダー。これだけね、袋に入ってたんで、うん、レアなのかなと思ったんですけど、どうなんだろう。うん、まあ、2000円ぐらいでしたけど、これは。はい。でね、ちょっとスカイライダー、ごめんなさい、ストロンガーね、ちょっと回転抜けてました。後で、これ編集やってる時に気づきまして、ちょっとこれ皆さん並べてみました。やっぱね、これ並べてみるとね、やっぱなんか、ね、レトロいいなーっていうさ、そういう感じがしますね。うん、昭和レトロ、うん。アップでね、見てみてください。まあ、こんな感じで、まあ、そんなにまあ似てはいないんですけどね。やっぱね、なんか魅力があるんですよね。全然魅力、わかんなかったんですけど、ちょっとね、スーフェス行ったりして、まあ、あとね、いろんな YouTube の
方の動画を見たりして、ちょっと、ね、魅力を感じるようになりました。なのでね、今後もね、ちょっと、まあ、レトロ系仮面ライダーだけじゃなくてウルトラマンとかもね、集めていけたらなと今は思ってます。はい、またスーフェイスも行くんでね。後ろ姿はこんな感じですね。はい、まあ、これもねストロンガーだけ抜けちゃってて、これもね、並べたストロン、後ろ姿。やっぱなんかね、哀愁漂ってるんですよね。かっこいい男の背中っていうか、ヒーローの背中っていうか、なんかいいですよね。はい。ちょっと自分気に入ってます。ハマり始めました。でね、今回もね、動画を見てくださいましてありがとうございます。今後もね、動画撮っていきますので、もしよかったらご覧ください。本日はありがとうございました。失礼します。バイバーイ。